すみません。お祭りのプログラムみたいなのありますか？ありますよ。すみませんね、はいはい。確か去年は雨でしたよね。そう、台風ですね。ねえ、残念でしたもんね。はい、どうぞ。はい、すみませんね。はい、当日来られますか？はい、来ますよ。あ、そうですか。はい。どうもどうも。はい、ありがとうございます。まあ、こういった感じでね、まあ、天平時代の衣装っていうかな、まあ、そういったものを着て、まあ、行列っていうかな、こんな感じ。28日、県民の日ですね。9時から16時。あ、ここに書いてありますね。総勢200名余の天平衣装行列。これがいいんですよ。なんかね、天平時代の、まあ、雅楽っていうかな。まあ、そういったものもね、流しながらやりますから。はい、こういったね、復元したね、追楽器追楽器って言ったかな、ガイダンスとはそんな感じ。まあ、お祭りの当日はね、賑やかになることでしょうね。あれね、立派なんですよ。半竹っていうね、まあ、作り方で、土をね、固めてね。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、まあ、こちらがですね、たけのこの里フェスティバルの、まあ、会場なんですよ。こういった場所ですね。まあ、たけのこの里フェスティバルはいつあるかっていうと、来週の土日なんですね。映ってますかね。たけの里フェスティバル。竹音楽の世界。第21回、北吉地区のヤギ節大会。へぇー。21日11時半か、会場。北吉公民館ホール。まあ、ここ公民館ですからね、この場所でやるんですね。あと、いろいろと、まあ、参加団体とかあって、なんかね、まあ、タケノコ料理の試食ですとか、まあ、そういった類のこともありそうな雰囲気なんで。まあ、これは21日に来なくてはいけないですかね。楽しみに。まあ、しといてくださいね。あ、ここにですね、北立花の道しるべです。名峰赤城のふもと緑の大地に香りゆかしい立花の風を起こそう。より美しく、よりたくましく、より豊かな心の通う村を目指して、一つ自然を大事にしよう、一つ丈夫な体を作ろう、一つ仕事に励もう、一つ仲良く助け合おう、一つ文化を大切にしよう。まあ、どれも大切なことですね。まあ、特に私にとって大切なのは、まあ、3番目の、まあ、仕事に励もう。あ、もうどんよりしちゃうから、ちょっとよしよしよか。